ともに。ともに。はい、今日はね、月曜日になりますね。いつも私言ってますけどね、月曜日が1週間で一番大好きです。あの1週間が始まるね、あと皆さんとああいうね、一緒に仕事できると思ったらね、もう1週間でうちでね、月曜日が一番大好きです。はい、まあ逆にあの皆さんに聞くとね、もう月曜日が一番嫌だと思います。あ、今週からまた仕事が始まるのかね、また家族ね、ご主人とか子供の、世話を、ね、しないといけないなと思ったら、月曜日が一番ね、気持ちが憂鬱になると思います。うん、で最初はね、嘘だと思ってもね、嘘を言ってると思ってもね、月曜日が一番大好きだと私だと。そういう気持ちを持つようになってください。うん、そうしたらね、知らぬうちにね、月曜日が大好きになって、で、みんなにね、いい影響で、家族の人とか職場の人にね、いい影響を与えてきますからね、できる限りね、私と同じようにね、月曜日大好きっていう人がね、増えてほしいと思います。はい、あとプロジェクトのね、話になります。新しいプロジェクト、ジェンダースリーの方ですけども、はい、先週でね、4週間経ちました。うん、はい、全体のね、40% ね、ブッキングがね、入ってます。この 40% が、ね、どれだけ大きい数字かといいますと、この J タワーというのが2つ分あります。よその、ね、デベロッパーとか、ね、不動産会社がびっくりしてます、この数字。はい、本当は、ね、4件足らなかったんですけどもね、チャラッと副社長の方が、ね、4件決めてくれてね、それでなんとか達成することができました。目標を、ね、達成するということは非常に大切だと思うので、まあ、コンドミニアムのブッキングを取るというだけじゃなくてね、日々の仕事でもね、自分が目標を決めてそれを必ず達成するという、ね、意識を持ってください。で今回この5月の終わりぐらいまでにね、まあ、半分達成したら 50% いけたらいいかなと思ってたらね、かなり速いスピードで今ねブッキングが取れてます。はい、これに関してはね、本当皆さんにね感謝します。はい、なぜかといえばいつも言ってるように僕はチームワークでこれやってますから。はい、確かに私がプロデュースしてますけども、ね、私がプロデュースして日本人だからと売れてるわけじゃなくて、日々みんな笑顔でね、お客さんと接したら挨拶ができて、掃除をきれいに徹底してやってね、ベッドをきれいにしてね、うん、カフェではおいしいコーヒーを入れてね、スカイバーで夜遅くまでカクテル作ったりお客さん相手したりとかね、そういうことでサービスを徹底みんなしてるんでね、この結果が出てると思います。確かにうちの会社ね、私がボスがね、日本人だということでね、日本の会社だからと思ってる人もいるかもわからない一部は。でも今回の広告でね、私ね、一つもね、日本の旗も使ってないしね、日系企業だってことも、ね、強調してません。今回カンボジアのね、他のプロジェクトでね、中国の会社がね、日本の旗を張ってね、いや、これは日本の物件のようだとね、日本の管理がするからってことで、日本を強調してね、やってる会社あります。これ私の考えですけど、日本がどうのこうの全く関係ないと思う。日々の私たちのね、マネージメントをしっかりやっていこうというね、気持ちと、努力とね、その結果が出てね、この数字に出てると思います。だからさらにね、私たちこれ今回 40% ね、早くね、ブッキングもらえたからってことは成功じゃないです。全部ね、ソールドアウトして初めてね、成功の入り口に立ったっていうだけですから。日々ね、各自の仕事でね、ベストをね、尽くしてください。はい、それで、ね、また皆さんに悲しい報告しないとダメなんですけども、また日本でね、コンドミニアムの7階から2歳の子供がね、つい双子の子供がね、2人転落して亡くなってます。この6ヶ月ぐらいでもう日本でこれ5件ぐらいこんな事件が起きてるんですよね。ですから普段ね、皆さん部屋に掃除に入ったりとかね、お客様と一番接する場所にいる人ですから、はい、7歳ぐらいまでね、下のお子さんがいる家族のところはね、もう窓の近くに物を置いて、椅子とかね、本箱を置いていないかとか、バルコニーに何か置いてないかね、テーブルとか椅子とか置いてないかとかね、必ず確認して、あった場合がね、皆さんから声かけにくいと思うんで、僕らにすぐ報告してください。子供がね、事故起こすって本当悲しい出来事なんでね、そういうことは防ぎたいと思うんで、はい、もう最新のね、注意払ってください。一言でなくて、自分の家族やもんぐらいね、お客さんのことを考えて、特に小さいお子さんのところね。はい、最後ですけどね、いつも仕事の基本ね、報告、連絡、相談ね、あと最後一番大事なのは確認をしっかりやってください。3月ね、ちょっと見てたらね、この確認業務がね、欠けてたっていうことのね、ちょっとしたトラブルというかね、何件かあったと思います。命令ね、することはね、できますけどね、やはり自分がやった仕事をね、どこまでできてるか確認。誰かにね、命令とかね、お願いしたときにね、その仕事がちゃんときれいに終了したかっていう確認ね、はい、で今回ね、特に設計の方でよくあったのがね、相手が本当に理解してるかっていうことで、相手が本当確認できてるかっていう確認ね、
結構私もありますね。やっぱ言葉が違うんでね、あの皆さんの使っている言葉が違うので、僕が確認したつもりが実は確認できてなかったってこともね、よくありますね。特に報告連絡相談ね、一番大事なのは確認です、はい、相手が理解できてるかっていう確認をね、徹底してください。はいね、新しいプロジェクトの話ばかり多いですけどね、今ある現状のプロジェクトもしっかりやっていかないとね、お客さんってすぐ僕らに対してね、信用をなくします、うんうん、しつこいですけどね、各自みんな努力して、そしてチームワークでね、これ頑張っていきたいと思います。はい、じゃあね、お昼からもね、皆さん頑張ってください。はい、じゃあ、エブリワントライです。センキュー。